はい、皆さん、こんにちは。桜庭でございます。お元気でしょうか。えー、今日はですね、えー、私の本が、えー、発売されるということで、えー、本の告知をね、えー、ちょっとさせていただきたいと思います。えー、フォレスト出版さんからですね、えー、1月の24日、 世の中の中運が良くなる方法を試してみたという本をですね出版させていただけることになりました、えー、まあ昔からね本が自分の本がね本屋さん並ぶといいなぁと思い続けてですねいろんなことをやってましたけれどもついにですね、えー、お声かかりまして出版させていただけることになりました今までですね電子書籍とかですね小冊子っていうのは出ておりましてまあこれはねアマゾンの中で何冊か発売させていただいてるんですけどまあお おかげさまでね、えーまあ、YouTube の効果かなんか分かりませんけれども、まあ、本当にたくさんの方たちに、えー、買っていただいてね、まあ、本当にありがたい限りなんですけども、まあ、今回はね、この本屋さんということでねやっぱり、えー、本屋さんに自分の本が並ぶというのもね、まあ、一つの夢でしたのでこれ一つ夢が叶ったなというふうに思うんですけれども、まあ、この本には本のタイトル通りですね、えー、世の中の、ねえー、運が上がる方法を試してみたということで、まあ、たくさんの 運気をね上げる方法というのを、まあ、実践方式で、えー、書かせていただきました、まあ、いろんなことが書いてありますけどもぜひですねその中から皆さんがですねあそれちょっとやってみようかなとか思うことがあればぜひそれをね、えー、実践してみてはいかがでしょうかやっぱり僕の周りの方たちや、えー、僕の師匠たちっていうのはやっぱその習慣の数というのが圧倒的に多いわけですねやっぱ運気の高い人というのは自分なりの,そのマイルールというのはたくさん持ってるわけですねですから、えー、こんなことがあった時はこんなことをするあんな時きあった時はこんなことをするっていうのがですね、まあ習慣的に まあこう呼吸をするがごとくそれが自然に振る舞って出てるというのがねまあ僕は見ててかっこいいなというふうに思うんですけどもぜひやっぱりこの習慣というのは繰り返していかないと習慣になりませんのでこの習慣にするためには繰り返し繰り返しを行っていくですから人生は繰り返したもんがしと言われるように何を繰り返し何を習慣にしていくのかまあここはね一つの肝になっておりますのでぜひ何かですねえその本の中でまあいろんな実践方法が書いてありますけどもぜひねえーああじゃあそれちょっとやってみようかなとかねえそういうのがありましたらぜひそれをねえやってみ 見てくださいまあほとんどの人がねこの運気はね、えー、待つという状態の方が多いと思うんですね、えー、去年はちょっとねしんどかったけれども今年こそは良くなるよねと言ってね、えー、待ってる方がいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、待っていてもです、ね、運気が良くなることはですね、えー、ほぼほぼないわけですね。だとするのであれば運気は自ら積極的に上げにかからなければ上がらないということで是非、えー、ですね何か、えー、あなたもですね実践をして、えー、運気を上げるってことをですね、えー、やってみてはいかがでしょうか。ということで、えー、1月1 の24日、えー、ホレスト出版さんから発売になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。アディオスいいね。おさよなら。